ボールの扱い方とてもうまいですからね、はい、そうですよね、まあ、髪型もね変幻自在ですしねいつもそういう意味でも楽しませてもらいますよね。かなり毎試合変えてきますよね、そうですよね、まあ、あれも一つねサッカー選手には必要な要素ですからね、はい、ここはチャンスになる小川、自分で言ってみる、中に田中純也が横に入れてウェリットー、素晴らしい強烈なシュート、小川からウェリットン、いいですね、小川の仕組み良かったですね、スプリント効きましたね、小川のどちらも良さを出しました、そうですね、さあ美ちゃんとそしてイニエスタも何か言葉を交わしていましたが、ウェリントンは結果残しますね、これでルヴァンカップ3ゴール目ですが、あの直前の松本戦もゴール決めてますしね、ただね小川慶次郎のボールね、はい、あのまあまあバウンドしてて難しいは難しいボールだったんですけど、よく右足合わせましたね、これ、はい、インサイドでしっかり、まあ、パワフルなプレーに目が行きがちですが、はい、テクニックも高